シェリーのお風呂場。アヒルちゃんたち、シェリーのお風呂場へお帰りということで、今回はですね、月経困難症、もしかしてあなたもっていうことを取り上げていきたいと思うんですけれども、生理ってね、今までもお風呂場でも月経カップとかいろんな新しい生理用品とかやってきたんですけども、実際にがっつり生理を取り上げることがなかなかなかったので、今回はちょっと生理についていろいろ話していきたいなと思っています。まあ、まずそもそも一般的な生理っていうか、生理の普通って何って思いません？まあ、本当にね、生理っていうのは100人いたら100通りの生理があるの。もう生理が始まる前から寝込んじゃって、本当に辛くて辛くて仕事もできない、学校も無理、人にも会いたくないっていう人もいるし、あれそういえばそうだそうだ今日生理だったっていうぐらい楽な人もいるし、なんとなく月1で来てるし、私もまあ月1で来てるから普通かなみたいに思ってる人多いと思うんですけど、じゃあまずそもそも生理の普通話していきたいと思います。まずだいたい生理が始まる年齢っていうのは、まあ、一般的には10歳ぐらいから14歳ぐらいまでの間に初経を迎える人が多いんです。で、生理が続く日数、これも本当に人によってなんですけれども、平均的には3日ぐらいから7日ぐらいが一般的です。さらに生理の量、経血の量ですよね、これはだいたい20ミリから140ミリが一般的なんだって。じゃあ分かりました、ナプキンの量を測れるかって思うでしょ。生理の量はね、分かんないと思うんですけど、ただこれ一つ、以前やった月経カップだと生理の量が一目で分かって、まあ、大体ざっくりこの月経カップはじゃあ30ミリ入るものだからこのぐらいまで入ってるってことは多分15ミリぐらいかなとかっていうのが分かるので、もし知りたいっていう人は月経カップに一回スイッチしてみて、なんとなく自分の月経量をチェックするのもありかもね。一つ、まあ、目安になるものはナプキンを変える回数が30分に1回、レバーみたいな塊がある、貧血の症状が出る、こういう人はちょっと産婦人科に行って相談するといいかもしれません。生理がすごい不順なんですっていう人もいるじゃない。例えば3ヶ月も生理が来ないっていう人は無月経って言って、これもちょっとね、見てもらわなきゃいけないみたいなの。その無月経がずっと続いちゃうと、将来的に子供欲しいなっていう時にできづらくなったりとか、いろいろ影響があるので、やっぱり生理っていうのはすごく体のなんか調子を見る一つのバロメーターにもなるものなので、自分の普通を知る、一般的な普通を知るっていうのも大事なことかなって私は思っています。この生理ってね、子宮を持って生まれた以上はこれを背負って私は生きていかなきゃいけないのっていう人がたくさんいると思うんですけども、実はそんなことないんだよって今世の中が変わってきていて、生理って一口に言うけど、実は生理のある人の中には月経困難症っていう病気の人がいるわけ。じゃあこの月経困難症って何なんって言った時に、これは生理の最中にいろんな不快な症状があることを月経困難症っていうわけ。じゃあどんなことが不快なの？それは私はよく聞くので、一番多いのかなって勝手に思うのは下っ腹が痛い。やっぱりその子宮のあたりがいてててててててってこうなんか痛くなる、これも月経困難症なんですよ。あとは腰痛、このね、ほんと不思議とお腹も痛いんだけど腰も痛いの。なんだよ、本当にいろいろ忙しいな。私も割とお腹と腰だから、もう両方よね、痛みのサンドイッチ基本的には生理の時、これが辛いのよ。あとは人によっては吐き気がある人とか、頭痛がある人とか、下痢、憂鬱な気分になる、あとは疲労とか脱力感、なんか全然頑張れない、力が入らないとかね、あとイライラするっていうのも、実はこれは月経困難症の症状なんです。なんかもうものすごいイライラして腹立つわっていうのも生理による不快な症状なんですね。で、あと食欲不振、生理になるとあんまり食欲がないっていう人も月経困難症なんです。じゃあこんな全部聞いた、あ、待って待って、この月経困難症ってみんなじゃないっていうね、なんか月経困難症って聞くとものすごい特殊な病気で、なんかこう、あ、女性の中にはそういう人もいるのかしらぐらいに思うかもしれないけど、これを見るとみんなじゃんって、生理がある人ほとんど月経困難症じゃんっていう、これが全部じゃないですよ、
1個でも当てはまったら月経困難症なの。だから私も月経困難症だし、多分この人も月経困難症だし、この人も月経困難症、みんな月経困難症なの。だから平気な人はいるよ、もちろん。全然平気っていう人は月経困難症じゃないんだけど、生理っていうのはしょうがないんだよ、我慢しなきゃいけないのって思って頑張ってきた人たちがずっといて、その人たちはもう本当ご苦労様です、お疲れ様でした。でももうそんなことないの、これは本当に立派な病気として治療しなきゃいけないことなんだよって。でこういうのを治療するとのびのび生活できるんだよっていう風に今は医学界の中でも考え方が変わってきているということなんですね。じゃあこういういろいろ大変なのをどうやって対処してるかっていうと、例えばお腹を温めるとかね、体を温めるっていう人もいるし、鎮痛剤飲んだりっていうのもある、これも立派な対処法です。あとは漢方飲んだりっていう方法もあるしね、いろんな本当に方法があると思うんですけど、今日私がお話ししたいなと思うのは、私もとてもお世話になっている低用量ピルというやつです。ピルってね、もちろん薬なので個人差があるし人によるんですけども、病院に行って処方してもらう薬なんですね。で私ももう18歳ぐらいからずっと飲んでいて、子供欲しいってなった時にピルをやめて妊活して、授乳期が終わったらまたピル飲んでっていう感じなんですけど、ずっとお世話になっているお薬なんです。でじゃあこのピルって避妊目的なんでしょうっていう人多いですよね。この低用量ピルっていうのは避妊目的に使えるものと、あとは月経困難症とか子宮内膜症の痛みの治療に使えるものと2つあるんです。ピルを飲んでるとこいつらがすごく楽になっちゃうわけ。もちろんゼロにはならないよ、ゼロにはならないけど、こんなに辛かったのがこんな人によりますよ。だからものすごい効きのいい人と、そんなに私はあんまり意味なかったっていう人もいるかもしれない。私は身近にはあんまりいないですけど。でこの低用量ピルっていうのはだいたい1ヶ月3000円ぐらい、高いよね。これはねちょっと残念だなと思うんですけど、私はすごく価値のある3000円だなと思って毎月使っています。まあそもそも生理っていうのは1ヶ月のうちの1週間、長い人は PMS とかを入れると2週間ずっと体調が悪くて、なんか本調子じゃなくて痛かったり辛かったりだるかったりっていう時期が続くっていう人がすごく多くて、でそれって1ヶ月の半分ですよ。でもっと言うと排卵痛っていうのがある人もいて、そうすると1ヶ月で調子いいのって1週間ぐらいなのつらっ。こんなにね、今はさ、子宮のある人もガンガン仕事したいし、キャリアも積みたいし、子供とガンガン遊びたいし、一生懸命勉強したいし、海外留学したいし、いろんなことがしたいけど、1ヶ月に3週間調子悪いんですっていうのはやっぱり制限されちゃうじゃない。だからこういうふうに低用量ピルみたいなお薬を使って本来の自分に調子を戻すっていう感じかな。私個人で言うと1ヶ月のうちに生理のことを考える期間、今までこんなに考えてたのがこのぐらいになるっていう感じなので、やっぱりいろんな不調があったりとか不快なことがあると、あ、生理生理生理って思うこともあるし、やれることが制限されたりとか、体力的にもそうだけど精神的にも前向きにいろんなことに挑戦するっていうこともしづらかったりすると思うんですけど、いろんな治療薬を使ってもっともっと前向きにのびのび自分らしく生活するっていうオプションがあるんだよっていうことをお伝えできたらいいなと思います。まあ今日話したこの月経困難症、私も実はあんまり知らなかったんですけど、これを知って、いや私も月経困難症じゃんって思った人は、気になってる人はぜひ産婦人科に行っていろいろお話ししてピルがいいのかどうか処方してもらってもいいかもしれません。皆さん自分に合った方法でね、解決してほしいなと思います。まあピルってねそう言うけど結局太るんでしょ、頭痛くなるんでしょ、体調悪い、副作用すごいんでしょっていう人はいると思いますけども、このピルの、リスクとあと効果、これについては次の動画でお話ししちゃいます。
もう本当それぞれなので、一口に生理ってこうみたいな話ができないのがこの生理の難しいところで、だから生理のない人からするとより生理って難しくなっちゃいますよね。生理を理解するとか、なんか生理の時にどう寄り添ってあげればいいかわからないっていう人もアヒルちゃんの中でもたくさんいて、なんか相談を受けたりするんですけど、そういう人はなんとなく自分のもしパートナーが生理の時どうしてあげるのがいいか、そういうコミュニケーションを取るっていうのがいいのかなと。で、自分のパートナーじゃない人の場合はすごく生理ってプライベートなことなので、そんなに踏み込んでなんかいろいろ聞いたりしなくてもいいのかなっていうのは個人的に思うところです。本当にその人が感じてる生理がその人の生理だから、生理のある人同士でもやっぱりお互いにみんな生理が違うっていうことを理解した方がみんな気持ちよく生活できるものかなと私は個人的には思います。ということで今週はここまで、以上シェリーのお風呂場でした。また次回お会いしましょう。